後4時になると入山規制によりゲートが壊されて以降ほとんど登山客の姿が見えなくなりました。8合目の山小屋で働く人は、ただいま急に終わるっていう申し訳ないです急に終わるっていうめちゃくちゃ一人で喋っといて最低。こんばんは、しょーい。てかね、うちってマジで変顔得意で、本当に変顔がキモいのね。変顔ガチでやるから。でも、もう変顔が素晴らしすぎて、自分で言うのもあれなんですけど、ね、ここのキャ何？変顔の、変顔が素晴らしすぎて、みんなに見せたいけど、キモすぎて、絶対惹かれるから、見せられない。もう、いつも葛藤してる。さっき何の話してたっけ？てか富士山登りたいな。引退は一応まだしてないんです。引退イベントはしたけど、インベン引退はまだしてないです。始球式のやつか、始球式アヘ顔とかアヘ顔、アヘ顔はねしたことない。笑顔したことないっていうか、写真で撮ったことない。そんなね、可愛いことできないんですよね。キモいキモいガチ変顔とかしかできない。本当にだからモテないんですよ。はい。なんかなんでみんながさ、モテるって言ってくれるのか分かんない。あ、分かった早、分かるの早って感じなんだけど、私が猫かぶってるんだよね。本当にキモいのね。キモい、キモいっていうかノリが結構キモいから、だから電話するね急に友達に向けて。 JK のやつめっちゃ可愛かった。嘘、え、なになに、その JK のやつってどういう内容だろう。行きますなんかさ、こう見えてなんか変顔とかめっちゃキモいことはできるのに、恥ずかりがり、恥ずかりがり、恥ずかりがりやかりがりやさんやんな。恥ずかり、恥ずが、恥ず、恥ず、恥ずかしがりや、恥ずかりがりや恥ずかりやりやさんから、なんかエッチなことは好きなんだけど、それをさ全面に出して思いっきりやるっていうのが恥ずかしくて、でもそういうのが思いっきりできる人がやっぱなんかこうファンができるっていうか売れるんだろうなって思って、もちろんそのなんだろう、それもあるし、そのビジュアルがいいっていうのはあるけど一回見たのなんかね、なんか滑舌悪いんだよね。なんかなんとかだからカラカラカラみたいな、なんかなんとかだからカラなんか、なんかもうカラ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 って言っちゃったりする。舌が長いんかな、舌足らずなんか。待って待って、そうだ、舌ば持ってるやつか、嬉しい。舌ば持ってるやつ、何回同じこと言うんだっていう。写真集も最高でした、ありがとうございます。めちゃめちゃ初期だからさ、なんか顔の写真もさ撮られ慣れてなくて、顔作るとかもうすごいまだ慣れてない時だったので恥ずかしいですね。でもとにかく撮影が楽しすぎて、なんかそのお仕事で行ってるってよりかは
本当楽しかったからっていう、もう作品は出ないんだから、まだ出ると思います。8月9月ぐらいが一番最後の作品が出ます。なんか爪折れちゃったんだよね。でもアロンアルフォしてる、ちょっと見えないか。本当に爪長くて、でも爪長いつもりなかったけど確かに爪長いかもって思いました。金髪もにかもよかった。なんかショートカットも自分似合わないと思ってるし、金髪あんな金髪もしたことないから大丈夫だったかなって思うけど、あのメイクさんのおかげでなんとかなったかなと思います。でも普通にカツラだったから、あれはプライベートであの髪型にすることはないだろうなって。今日の髪型焼き本当、結構髪切ったんですけど、こうやってすると長いけど前の方はあのなんだっけレイヤー入れてるかめちゃくちゃ短い。私そのアイドルとかでも髪長い子が好きだし、だから自分も髪長いのが好きだからショート似合うのめっちゃいいなって思うけど、結構髪長い子が好きだ。そうウィッグだから、ウィッグって分かんないのもすごくない？やっぱね美容師さんのね、美容師さんじゃないわ、メイクさんの腕がいいですねハーフアップ一番似合う、嬉しい。ハーフアップいいよね。初見です、ありがとうございます。そう思い出した、さっきライブが終わっちゃう前に喋ってたことは、マタニックやっぱりその AV 女優って、まあ、やってみたらすごい、みんながいろんなスタッフさんとか女優さんも男優さんもみんな一生懸命になって頑張ってるお仕事ってわかるし、すごい仕事なの、本当に感動する仕事だけど、それを踏まえてもやっぱりじゃあ子供に正々堂々と見せれるかって言ったら違うし、やっぱりなんだろう、表立ってとかなんかこう出ていい職業じゃないと思うんだよね、私はだよ、個人的なあれなんだけどって思うから、なんかそのし今こうやってモニカをフォローしてくださったりな、あの応援してくれてる人って AV 女優としての私が好きだから、だから新しいアカウントとかもまあその表に出ていいのかなっていうこともあるし、 AV 女優としての私に需要があったんだから、 AV 女優辞めてからの SNS ってまあ自己満だからどうなんだろうなみたいな。まあでも結果こんなこと言いつつ、その自分がやりたいからやるなんだけど、子供さんにはそうそうそう、だしさ、そのすごい人とかになるとやっぱり本当になんだろう、その AV 女優さんだからじゃない女性としての可愛いとか、まあ、性格とか魅力があって応援してくれる人がたくさんいるのはもちろんわかるけど、やっぱりなんだろうな、そういうの AV 女優さんだったってことを知らずに目に入る人もいるわけじゃん。だからいや、まあ難しい問題ですね難しい問題。でもさ、スタンスは良くないよねマジで。そのなんかそのなんかめちゃくちゃさ悪い口とかだったらあれだけど、意見なわけじゃん、そういうの良くないと思うって意見とかをそうだよなって思わないといけないし、まあなんか感覚がずれてるんだろうなとは思うし、自分も改めてあ本当そうだよなって思った。なんかこう自粛
辞職するべき存在っていうか、あんまりこうイエーイみたいな、モニカですイエーイみたいな感じで言っていい人類ではないなみたいな偏見が、まあそうだね、偏見、まあ、偏見ないといけないと思う。偏見っていうか当たり前の感覚だと思うな。なんかさ、エロって素晴らしいしさ、人それぞれにさ性癖とかあったり、なんか面白いし深いじゃんし、その神秘的なことだとも思うんだけど、やっぱりなんかそういうのね、こうイエーイってこうおっぱいって見せれないから見せれないからね。確かに、何なんだろうね、なんでさ、じゃあ逆に、逆に何かその神秘的なことでさ、こうエッチなことがないと人類って生まれないじゃん、どの生物もだけどさ、そう交わらないと繁殖してこれないわけじゃん。なのになんでそれを恥ずかしいとか、なんかそのこうエッチなことたくさんしてますってさイエーイってできないんだろう。なんでそういう感情になるんだろうね、不思議じゃない不思議じゃない。なんで人間もそういう気持ちになるんだろう、なんでダメなんだろう。恥じてるとかはないし、本当に素晴らしい職業だし、その他の女優さんとかも本当に可愛くてすごい頑張ってて、スタッフさんももちろんだし、男優さんもめちゃくちゃすごいなって本当に尊敬してるのだけど、やっぱ自分としては恥じるっていうか後悔とかはないけど、でもやっぱりそのこういう業界に関わってない人からしたら、その子供には見せれないとか、そんななんか表だってこうなんか仕事するなっていうのはもちろんの意見だし、それはそうだよなって思うから、恥じるっていうか、なんだろう、線引きしないといけないなと思う。可愛いが正義、間違いない、本当に可愛いが正義だよね。可愛い人ってすごい偏見がすごい、どうなんだろうね、どうなんだろうね、偏見。でもやっぱ偏見があるってことは、それ相応の理由があると思うし、なんかそういうのがあるのは仕方ないとか当然のことだと思う。 AD やったことあるけど楽しかったね。私も AD さんやりたいんだけど、私そのデビューするまでに半年ぐらい悩んだのがあって、もちろん自分のそのを公開する、おパーイとか公開するってのも恥ずかしいし、自分のビジュアルで人前に出ていいのかなみたいなのも本当にあったし、それでなんか、え、いや可愛いよとか言われたいとかじゃなくて、ガチでそう思ってたのねガチでそう思ってて、だから私は社長とかより副社長みたいな、なんかその人を支えるみたいな方が多分得意だし、やりがいを感じるタイプだから AD さんとかやりたい。でも AD さんはさ、自分がやったことないからやりたいとか言えるけど、多分めちゃくちゃ大変なんだよね。イメージで決めつけてる。確かにイメージで、え、でもダメじゃないでもさ、 AV 女優が NHK の子供向けの番組とかに出てたらダメじゃん。電話、いってらっしゃい、ありがとうございます。営業とかを向いてると思う。もうペラペラおしゃべりバカ娘なので。でもなんか自分が本当にいいなって思ったものじゃないと言えないから、
変な性格。映画の撮影すごいいいな沖縄。ダメじゃない。目の前で猫が寝てました。かわいい。人間って難しくない？でも人間って難しいからこそさ、いいよね。エキストラでもすごいいいなぁ、楽しそう。でも暑いから大丈夫ね。気をつけてくださいね、まだあるなら。でも本当に何様って感じだけど、落ち込んだら地球を超えて宇宙のことを考えてください皆さん。宇宙を考えて、もっと大きいことを考えたら悩みってちっちゃく感じますから私はだけど、地球の自転とか月との関係とかを考えてやばいみたいな、え奇跡、超奇跡なんだけどって思って、悩みは小さいなって思います。えきちくんは2歳、2歳と半年くらいかな。だってね、地球ってやばいよ。まずさ、人類がさいるってのも変じゃん。どういう奇跡みたいな感じでしょ。でさ、月がなかったら地球にはめちゃくちゃ隕石が落ちてきてて、もう人類が住めるような星じゃなかったかもしれないし、月がなかったら自転がぐちゃぐちゃでもぐちゃぐちゃでもう生物なんてってことだったんだよ。もう素晴らしいバランスで地球とかこの宇宙は成り立ってるわけそう思ったら、だから植物とになったことないか分かんないけど、植物ってだから動物って人間ほど感情があるのかなって思ったらさ、そうじゃないと思うんだよ。だから楽しいとか嬉しいって感情もすごく素敵だけど、悲しい苦しいとかも感じれる人間っていうことがまず待ってどんどんさ見てる人減ってるよね。え、この女スピリチュアルバカ女だと思って、減ってるよね人数。いい加減にしてもらっていい？まあだからその、いやだからこうやって考えなんとか哲学、まあ、哲学なんだけど、そのモニカ宗教とかじゃなくて、その辛かったらそういう風に考えてたらいいんじゃないですかっていう、私はこうしてるよってだけなので、別にみんなに共有してるわけじゃないんですよ。でもあら、みんな怖くなっちゃって、8人減りましたこの女やばい。インスタライブ見るのやめようってなったでしょ。来たよ、ありがとうとにかくだから大きいこと考えてね。てか辛いことないとさ、楽しいこともさ楽しいと思えないよきっと。いやくよくよするのもいいと思うんですよ。落ち込むのも楽しむみたいな感じってなると結構明るいみたいな、え未来明るいじゃんっていう、くよくよしないで、うん、てか生きてるだけで偉いじゃん。人間って結構大変だよ、暑いしやっぱ今って。ずっと見てます、ありがとうございます。初コメさせてもらいますが、考え方もその伝え方もとても素晴らしくて聞き入ってます、ありがとうございます。面白いし色々興味深いです、ありがとうございます。もう8人も減ったけど、やっぱり人数じゃないんだな、人数じゃない、こう狭く深くっていうことなんだなしかも人生っていうのは谷があったら山があるんですよ。今辛かったらやばいみたいな、今めっちゃ辛い、でもこれから山来るんじゃんっていう、辛い時
山来るじゃんって思うと前向きになれます。でもさ、辛い時ってそこまで考えられない時もありますよね。しさ、なんか夜病むんだったら寝ろみたいな言うじゃん。でも考えちゃうから寝れないんだよね。わかる？寝ろってそんな簡単な問題じゃない。寝れるなら寝てます。モニカ先生、質問なんですが、辛い時の暗い映画見るってダメなんでしょうか？いいえ、人生においてダメっていうことはないんです。なので、やっぱ辛い時にハッピーな映画を見てイエーイみたいな、人生超明るいわ、サンサンみたいな、太陽サンサンってなる人もいると思うけど、暗い映画を見てとことん落ち込んで、とことん泣いて、ズーンって落ち込んだら山来ます。ズーンって落ち込んだら、え、やばい、屋根ある、え、ベッドで寝てる、お風呂に入れるっていうので、めちゃくちゃ辛いからこそちょっとしたことでハッピーな気持ちになれるかもしれないじゃん。だから、まあ、人それぞれ結局何でもさ、その言葉に責任がないけどさ、人それぞれなんだよね。でもダメってことないじゃん。何でもダメなことなんてないんで、自分がやりたいことやったらいいんだ。 AV 女優だって、ブトエル・ケロールデン、何ですかそれは。人数多いとコメントいっと読め流されちゃう。なんか言いたいことあったら言って。説明むずいっす私の説明だから、結局見たきゃ見ろ、見ろ見たきゃ見ろ、落ち込め、そして登れ。はい、谷の底の月は登り。そうなんだよ、めっちゃ下がったらもう登るしかない。私は水戸黄門で育ってきたんだよ。悲しい経験がないと嬉しい経験も、そうだってさ、ずっとさ仕事休みでもさ、ずっと仕事休みでも楽しくないじゃんその休み。でもさ、お仕事頑張って頑張って頑張って、わかんない、みんながさ土日休みじゃないかもしれないけど、土日休みだとしたら金曜日の仕事終わりの帰り道とか超楽しいじゃん。でも毎日月曜日か土曜日まで休みだったらさ、全然もう楽しさが違うじゃん、嬉しさとか。だからやっぱり辛いこともしょうがない、あって仕方ないんだよ。てか楽しいことを輝かせるために辛いことだから、ウェルカムウェルカムしよう。説得力すごい。ちょっとモニカさんに対応してきますいつだっけ、明日、明日都知事選ですもん、ラストインスタライブ。いや、そんなことはないと思う。出れる出れる、本当。10日以上あるとやる気がなくなりますよね。まあ10日だったらいいかもですけど、なんか毎日休みだったらなんか特別感ないよね。人間ってないもの寝たりっすねマジ何様。私ね、 MBTI ね、 MBTI って性格診断があるんですけど、 MBTI だとジャンヌダルクなの。ぶちかっこいい、ほんまに不定休、不定休でもさ、仕事の休みの前の日とかは嬉しいじゃん。旅行行きたい国は、いっぱいある。ヨーロッパ行ったことないので、イビザとか行きたい。あとモンゴルとかも行ってみたい。今モンゴルってすごい楽しいらしい。2週間近くあります、最高じゃん。なんかそのためにお仕事頑張ろうって思いますよね。でも2週間もあったらだるくなっちゃうのかな、次の仕事が。でもうちの猫なんて多分だるいとか多分ないですよ、わかんないけど。あるのかもしれないけど、やっぱ猫の気持ちになったことないから断定しちゃいけないけど、
だってさ毎日涼しい部屋にいてさご飯とかさあってさ寝て起きて遊んでみたいな毛づくりしてだよ。絶対人間がいいと思う。スペインわかる、おいしご飯おいしそう。見えないと思いやすく考え方にすごい共感しててすごいうなずきながら見てます。ありがとうございます。同じ考え方嬉しい。でもさ自分とさ全然違う考え方の人も楽しいですよね。なんかそういう考え方あるんだみたいな。だから私はそのもうしつこいよね、しつこいんだけど MBTI が好きで、なんかあこんな考え方違う人いるんだみたいな、なんか理解が深まって、なんか自分と違う人ってさ、なんか自分だったらこうするのになんでできないんだろうとか、なんでそういうことするんだろうって思ってたけど、なんかその MBTI のおかげで、あ、いろんな考え方の人がいても仕方ないよなって思えるようになって心が広くなった気がする。ねえ理解したい。かその私のお仕事 AV 女優とかはもちろんだけど他のさいろんなお仕事があるじゃん。でさ自分がやったことないことに関してさ文句言う人っているじゃん。なんかちょっと待って語りチャンネル自分がさやったことないことにしてもことに対して文句とか言う人ってまずは自分がやってみてからその人に文句を言うべきだとうちは思うし、なんか決めつけちゃいけないですよね。でもこれはそのなんだろう、みんなにも言ってるし自分にもなんかダメだよみたいな、決めつけダメだよって言ってるんです。ねえ猫ね、なんかありがとう、なんか私に癒しをくれてるので私もすごく幸せにしたいと思っています。オンリーワンの存在みんなね、いやほんとみんなオンリーワンだからね、ほんとにみんなオンリーワンのナンバーワンですから、ほんとに特別だよみんな、か生きてるだけですごいんだからね、ほんとに本当に生きてるだけで尊いしすごい。でさお仕事を頑張ってる方もすごいし、なんか自分頑張れてないなとか、例えばだけどお仕事してないニートの方とかがいたとしても本当に生きてるだけで大変だしいろんな感情になるじゃないですか。私からするとねいろんな感じないじゃないですか。生きてるだけですごいし尊い、本当に尊いから幸せになってほしいみんな、本当に本当に本当に尊いよ。ナンバーワンとかないから、オンリーワンだから、オンリーワンだから、本当にかけがえのない存在だよ本当落ち込むじゃん。なんか私もさ今はなんかそのなんだろう、まあ、分かりやすく言うと社夫って感じ。基本的にはさみんなさ週5で働いて8時間働いてで頑張ってるわけじゃん。だけど私は今そのそういう風に頑張ってないからやっぱりこうなんか人間として大丈夫かなとか思うけど、まあ、生きてるだけ偉いから生きてるだけで偉いから本当にマジ辛いことだらけじゃん。どういう生き方をしてたってさずっとうなずいてます。定期そしてちょっと感動してます。なんか昔から超さ語り癖あってうざいよね。なんか松岡修造がうざいって言ったわけじゃないんだけど松岡修造タイプで熱血系なのね。だから多分苦手な人もいると思う、こういうもっとやれるぜもっと頑張ろうぜみたいなタイプ。そうだよ奇跡だよ。だってさ
じゃあ自分が生まれるにしたってお母さんとお父さんがいて、そのお母さんにもお父さんとお母さんがいて、お父さんにもお母さんとお父さんがいて、ここがちょっと結婚する相手とかが DNA が違ったら、こういう思考じゃなくてこういう生命体、まあ、細胞が違ったりするかもしれないじゃん。こういう風に生きてて存在してるって本当にすごいよ。本当にすごい、すごいし、やっぱ生きてることに感謝しなきゃいけないなって思う。お父さんにもお母さんにも地球にも下回りの人にも感謝しなきゃいけない。お宅に、私みたいなお宅に癒しとか、いや癒せてないと思うけどな。なんかその沼られるタイプじゃないのね。プライベートにしても、こういうお仕事をしてるにしても、マジガチ恋、ガチ恋がいいって言うとどう分かんないけど、その本当にモニカが大好きだよみたいな、モニカがいないとみたいな、結構沼られる系じゃないんだ。前向きだからすぐに新しい道にもなれます。ありがとうございます。でもやっぱ前向きなのもやっぱ周りの人のおかげだしって思う。本当に本当にありがとう。久しぶり。やばいよね。あ、なんか変わった。これなんで、どうやって変わるの。ちょっと10時になったら終わります。2023年だし。これ配信されてる？これ配信されてる？あったわ後ろに。じゃあ早めに性格が似てますよ。人生は選択の連続。うん、違いない。満足主婦は嫌いなんだ。ありがとう、嬉しい。2024年や、配信されてますよ。2023年、やばい。てかと月が経つのが早すぎて、されとるよ。なんか下にさスライドしてなかったからさ、猫が寝てる。6月早かった。もう7月でもう8月になるでしょ。やばいよね、怖い。確かに王冠みたい。でもさ、もうさライトもつけてないからさ、やばいよマジで。化粧してないし、終わりじゃん。でもこうやって落ち込むんだよ。なんて落ち込むけど、とにかく生きてたら偉いからね。生きてたら偉いから、みんな頑張って生きようね。枕濡れてる？本当？嬉しい。最初から聞いてましたが、コメントしてやりたりできてよかったです。ありがとうございます。またインスタライブします。いや、海外旅行に行く予定はなくて、でも行きたい。行きたいけど、なんか日本の旅行もちょっともうちょっと行こうかなって思ってます。あと1分。充電もやばいんですよ。ちょっと2023年だから、次は2024年を準備してきます。って言ってる間に2025年になっちゃうかも。
グッドナイト。万歳しない。旅行行きたい。みんなお休み。いい土曜日を過ごしてね。バイバイ。ずっとキティちゃんのゴムをいじいじしてた。バイバイ。